アナス・アチャバールは、オランダ、南ホラント州デンハーグ出身のモロッコ系、オランダ人のサッカー選手。シェプシュ・オーサカス・フントゥ・ゲオルゲ所属。ポジションはフォワード。オランダ国内でも人によって、アシャバール、アハバールとも発音されるが、本人は、アチャバールと発音している。VCS を経て8歳で、フェーノールトユースに移り、カリムレキク、テレンス・コンゴロ。 カエルエベシリオ、トニー・フィリエナ、ジャンパウル・ボエチウスと共に、ユースの各世代を経て2010から11シーズンに U17 の国内リーグで得点王と最優秀選手になり、国外の多くのビッグクラブから関心を集める中で、フェーノールトと3年のプロ契約を結んだ。2011から12シーズンは U19 の試合に出場しながら、トップチームのトレーニングにも参加した,びたび ベンチ入りしていた。2011年8月28日に SC、ヘーレンフェーンとのホームゲームにおいて、ケルビン・デール・ダムとの交代でトップチーム初出場。9月20日の k n b b カップのアガーブとのホームゲームでは途中出場で4点目となるゴールを決めてトップチームでの初ゴールを記録。2012から13シーズンは正式にトップチームに昇格。 シーズン開始前には、ストライカーの補強が進まないチームにおいて、ロナルド・クーマン監督は、このままなら、アチャバールが第一ストライカーとコメント。しかし、フェイエーノオルトが、移籍史上の最終日に、グラツアーノペッテのレンタル移籍に成功したことで、このシーズンもベンチからの途中出場が続いた。8月23日の AC スパルタ・プラハとの UEFA ヨーロッパリーグプレーオフのホームゲームでは、 ロスタイムに、右足でのヒールキックでチームを救う同点ゴールを決め、欧州戦での初ゴールを記録した。しかし次第に、クーマンの構想から外れ、2013から14、シーズンはペッレ、ミチェル・テフレーデに続く3番手として、フェーノールトでの出場機会の見込みがないために、ドイツ2部のアルミニア・ビーレフェルトに、レンタルされた。フェーノールトに戻り、 契約最終年となった2014から15シーズンも新加入のコリン・カジム・リチャーズとテフレーでの壁が厚くトップチームでの出場機会は得られずリザーブでサイドや中盤での出場が続いたしかしフレットルテン監督の下で辛抱強くトレーニングを続けシーズン後半戦からは途中出場でプレーする機会が増加 3月15日の FC ドルトレヒトとのアウェーゲームで79分から途中出場し、ついに本来のポジションで起用されると1から1で迎えたロスタイムにヘディングシュートを決めてエールディビジ初ゴール、チームに勝利をもたらした。さらにカジム・リチャーズが怪我でスタメンを外れた3月22日の PSV アイントホーフェンとのホームゲームで、 スタメン起用されると、美しいボレーによる2ゴールでチームを勝利に導き、オランダの現地メディアボネーブルインターナショナルによって、この週のベストプレイヤーに選ばれている。この試合の1点目のボレーシュートは、シーズン後に、フェーノールとのシーズンベストゴールに選ばれている。その成長と価値が認められ、5月13日に2017年までとなる契約延長を結んだ。 2014から15シーズン終盤、解任されたフレットルッテンに代わって、前倒しで監督に就任した、ジョバンニファンブロンクホルストは、ヘーレンフェーンとの欧州戦 PO 第2戦で、カジムギチャーズではなくアチャバールをスタメン起用。先制ゴールを決めるもチームは2試合を通して、ヘーレンフェーンに敗れたが、ファンブロンクホルストは、アナスはよくやった。彼は、おそらく我々の持つ、 最高のストライカーとそのプレーを称えた。だが、新シーズンもファンブロンクホルストの第一候補になることはなく、ディルク・カイト、ミシェル・クラーメルの加入でベンチにも入れない試合が続いた。2016年冬にカジム・リチャーズが移籍したことでようやくベンチ入りできるようになり、2016年1月28日の SC ・ヘイレン・フェーン戦ではオーバーヘッドキックでゴールを決め、シーズン後に フェーノールとのシーズンベストゴールに選ばれた。しかし、その後もファンブロンクホルストは、もっとフィットしないといけないと、アチャバールの起用に慎重な姿勢を崩さず、結局3番手のままシーズンを終える。監督からは、出場時間を得られないことについて、説明は全くなかったし、それほど話もしていないと、アチャバール自身が語るなど、 翌シーズンに向けても出場機会を得られる見込みがなかったため契約1年を残して PEC、ズボレーの遺跡が発表された。契約期間は4年。オランダ代表の U-17 代表で9番を背負ったアチャバールはフェーノールとユースを中心としたチームで得点を量産。2011年5月にセルビアで行われた欧州選手権では数多くのアシストを記録し、 欧州制覇に貢献した。テクニックに優れ、特に左足から繰り出されるトリッキーなヒールキックが、アチャバールの代名詞である。サイドでもプレーできる、ドリブル能力と力強いシュート、さらに、ポストプレイヤーとして、周りを使う視野と技術を備えているが小柄なために、競り合いで力負けするシーンも多い。2011年の17歳以下欧州選手権で、与えたインパクトによって、 UEFA 会長、ミシェル・プラティニは、表彰式でアチャバールにメダルを渡す際に、君は、素晴らしいフットボール選手だと称えた。同大会後には、イタリアメディアに、クラース、ヤン・フンテラールとロビン・ファン・ペルシの後継者としての、素質を持った FW と書かれている。2011から12シーズンに、フェーノールトでプレーしたヨング・イデッティはそのシーズン後に、技術的には、欧州では、 アナス以上の選手は、ほとんどいないと語った。ロナルド・クーマンはトレーニングでのアチャバールに、プロとしての姿勢を感じず、デビュー後次第に礼遇していったが、ビーレフェルトでの経験を経て、チームのために汗を流すハードワークの精神を身につけた、アチャバールオフレットルッテンは評価し、2014から15、シーズン後半から次第に出場機会を与えていった。ありがとうございます。